やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。ハロウィンのライブがあった直後なので、鼻が消えておりません。ふざけた顔でごめんね。ふざけた顔だけど真面目な話をします。はい。基本的に1日2本動画アップしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてツイッターのフォローもぜひお願いします。頑張っております。はい。で、チャンネルのコミュニティっていうところでは毎日人生が変わる質問っていうのを皆さんに問いかけているので、ぜひ毎日考えてみてください。チャンネルの通知をぜひオンにしてくださいね。私のチャンネル通知オンにしてる率がめちゃめちゃ少なくて、普通は 10% から 30、40% くらいの人がチャンネル登録してるチャンネルの、通知をオンにしてるらしいんですけど、私のチャンネル 4% くらいしか、通知オンにしてる方がいないらしくてですね、全部通知がいってないんだろうなっていうのは薄々感じてるんですけれども、通知オンにしていくと、動画アップしたよとか、コミュニティで投稿したよとか、ライブ始まるよとか、いろいろ行くので、ぜひお願いいたします。はい。今日のお題は、じゃん。うっすら幸せな人とうっすら不幸な人の違いについてお話しします。まあ、ズバリ、そうですね。もう、答えから言います。答えからもう書いてあるけどね。書いてあるけれど、じゃん。多角的に物事を見ることができるか。できる人は、うっすら幸せ、うっすらっていうか、まあ、幸せになれますし、飛躍できます。逆に一方向しか物事とかね、人とか事象とかそういうのを見られない人っていうのはうっすら不幸なままこうずっと行くのかなっていうのを感じております。どういうことかと言いますと、例えばこのプーさん、このクマがいます。プーさんじゃない、クマ。黄色い何かね、これ人だと思ってください。なんか黄色い人がいます。で、あなたはこの人があんまり好きじゃありません。嫌いです。ズバリ。好きじゃない。好きじゃないんだよなって、この一方向からしか見れない人っていうのは、あ、もうこの黄色い人嫌い。もうこう一方向から見て、この人私嫌いなんだ。もう知らない。っておしまい。だけれど、多面的に物事を見れる人っていうのは、例えば、あ、黄色い人いるなーって、黄色い人、私、この人、ちょっと嫌いなんだよね、苦手なんだよね。だけど、あ、なんか触るとあったかい。ふわふわする。あ、なんか丸いね。丸い。上から見ると、まん丸だ。お月様みたいだ。さらにこれ、あ、この人、あ、知らなかった。今まで知らなかったけど、この人って被れるんだ。こういう機能がついてるんだね。あ、知らなかった。被ってみよう。ああ。被ると、この人の良さがすごく分かった。今までこの人のことをずっと嫌いだと思ってたけど、この人は被ってこそいいところが発揮できるんだ。被ると、この人はその中の人をとってもよく見せることができる。人を引き立てることができる役割を果たしてるんだね、この人は。なるほど、そういう素敵な長所があるんだね、この人は。そして、何よりあったかい。あったかいんだから、この人はとてもあったかい。心もとってもあったかいんだね、きっと。私は嫌いだと思ってたけど、きっとあったかいんだ。そしてちょっと他の人にも意見を聞いてみようね。ねえ、なんとかさん、この黄色い人のことをどう思ってる？私はあの人のこととっても好きよ。賢いから。ああ、そうなんだ。そういう見方もあるんだね。なるほど。っていう感じ。寸劇をしましたが。多面的に見る。なんだろうね。まあ、今、プーで言うと、そんな感じです。例えば、他には、じゃあ、某感染症、某ウイルスがいます。某ウイルスというものが地球上に発生しました。地球上に。で、一方向から見れない人は、例えば、わ、このウイルス怖っ！めっちゃ怖っ！私かかりたくないし、絶対かかりたくないし、もう近寄んないで、もうそれにかかってる人とか絶対私に近寄んないでいい、私も近寄らないからね。もう私はもう、こいつが亡くなるまで絶対家から出ません。もう怖い。怖くて怖くてしょうがない。もう嫌です。いや、拒絶、拒否みたいなのが一方向からしか見てない。まあ、これ嫌いな例だったけど、好きな例でもいいですよ。あ、なんだろう、ウイルスじゃなくて、私、この、この事象とかこの人大好きなの、もう大好き。好きで好きでもうそのことしか見えないのみたいな、そういうものでもいいですよ。好きっていうものでもいいし。例えば今、ウイルスっていうので言いましたけれど、これが多面的に物事を見る人はですね、例えば地球、なんかもう二次元ですよね。もう平面上ですよ。平面の話。もうこれがまず三次元になるでしょうね。ウイルスがここに発生しました。これ地球です。もう丸いです。3次元ですよ。X 軸、Y 軸だけじゃなくて、この人 X 軸、Y 軸しかないけどさ、この人は Z 軸もあるからね。なんか違うかもしれないけど。こうか。X、Y、Z。奥行きがあります。で、この人が見ます。わ、なんか出た。怖っ。まあね、第一印象は同じかもしれない。わ、怖っ。近寄りたくない。やめて。だけど、この、多面的に物事を見れる人は、横に行ってみたりします。横に行ってみる。あ、このウイルスは、あ、こういう性質もあるんだ。なるほど。こっちからしか見なかったらわかんなかったけど、横から見たら、なるほど。なんか人間にとってはこういう性質があるけれど、例えば別の人種から見るとこういう性質があるんだね。へー。こっち側からも見てみたりします。あ、なるほど。また逆から見るとまた違って見える景色だ。なるほど。また裏側から見てみたりします。真逆から見ると、あれ？真逆から見ると、もしかしてなんか人類から見ると恐ろしいかもしれないけど、地球規模で見るとこのウイルスはこういう存在意義で、こういう役目を果たさないとか、あ、人間にとって逆から見ると人間の生活を変えたり、生き方を変えたり、今までの当たり前だと思って淡々と何にも別におかしいとも疑ったりも何にもしてこなかったことが、逆からこのウイルスを見たら今までのことがあれおかしく思えてきた。あれ何が正しいんだろう？どっちが正しいんだろう？っていうのが見えてきたりね。さらにこれが3次元から4次元、時間軸でしょ？時間軸を加えて4次元とかにするとですね、さらにこのウイルスが1年後、5年後、10年後与えるね、人間地球に与える影響みたいなのを見ていくと、あ、10年後の地球、人間から見ると、このウイルスの発生っていうのは、なるほど、こういう良い点って言ったらちょっとね、語弊があるかもしれないけど、こういう何か人間にとってプラスになることも、マイナスになることも、なるほど、こういうことがあったんだなって、こう、時間を未来に行って見てみたり、過去に戻して見てみたりっていう時間を行き来して、その事象を見る。5次元ってなるとなんだ？ 5次元。5次元は何が加わるんだろう？あれかな？平行世界っていうか、もうこれは結構なんだろう。IQ が高くないとちょっと無理かもしれないけど、5次元とかになるとね、パラレルワールドがもしあって、そっちから見ると、このウイルスはどういう影響があって、みたいな。そんなことをね、考えられたりして、まあ、例えばですよ、一例あるウイルスを一例にとって見てみても、こんなに違うわけですよ。あらやだ、怖い、もうやめてって、それでもう、シャってこう、物事を考えるのを思考停止するか、それとも、ね、裏側に回って物事を見てみるとかね、横から見てみる。上から宇宙空間から見てみるとかね、地面の中から見てみると。いろんな見方がありますよ。俯瞰したり、大きな目で見たり、マクロの目で見たり、ミクロの目で見たり、ね、拡大して縮小して角度を変えて、時間も加えて、いろんな方向から見ると、このウイルスは本当にこの人が見てる絶対悪だ、絶対怖いみたいなものなのかって言われると、この人は多分、いや、そんなことはないんじゃないって答えるような気がしません？多分、なんとなくだけどね。でも、ここまで見ても、いや、絶対悪だっていう答えかもしれない。それはわからないけれども、でも、こんなに多面的に見られるって、この人は、もう、全部その、一方向からしか全部物事を見ない人とかね、出会った人とか、もうこの人は嫌い、この人は好きか嫌いかとか、もうこれは良い、これは悪いみたいな。そんな中で生きている、生活している。あ、これも哲学的だよね。この状態を、その状態をうっすら不幸かというと、その人がそれで何も不満がないなら別に不幸じゃないのかなって今思い始めて難しいところだけれどね、考えすぎも、まあね、不幸になることはあるけれど、そうだなぁ。まあ、ここまで今言った、なんかね、時間軸加えてとかパラレルワールドまでは見なくてもいいよ。でも、せめて横から見るとか逆から見るくらいできると、例えば嫌いなあの人も、あ、実はいいね。こういういい面があるんだよとか、ね、政治的なこういう、なんか私にとって嫌なことだわ、では、とか、あっても裏から見ると、ああ、なんか別の面から見るといいこともあるんだな、とか思って、ね、気持ちの整理がつくっていうか、なんて言ったらいいの？わかりますかね感覚的に。その方が幸せじゃないですか？ツイッターとか見ててもこう、一方的にしか見れなくて何かを常に攻撃してるって人ってすごい不幸そうに見えないですか？なんかこの人かわいそうだな。なんでこういうことしかできないんだろうみたいな感じに見えません？だけど、いろんな方向から見て、なんだろう、こう、すべてをこう包み込むように見てる人って、なんかね、幸せそうに見えるなぁと思って、そんなことを語ってみました。いかがだったでしょうか？なんか、雲をつかむような話だったかな大丈夫かな？伝わったらいいな。うまく伝わったかしら？難しいよね、こういうの伝えるのね。何の道具も使わず、こういうのをさ、ちゃんと本とか文章にできる人すごいなと思って。はい。伝わったなら幸いです。はい。ということで、ね、多面的に物事を見ることができるようにしましょう。人生を変える質問でも何回も言ってるけれど。じゃあ、じゃんけんいくよ。玉あきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね。バイバーイ。